はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は9月に公式または有志日本語化対応して日本語で遊べるようになった作品をピックアップしました。今回の紹介に入れていない日本語対応した作品も概要欄に記載しておくのでチェックしてみてください。有志の日本語化に関しては制作者の方の善意により提供されています。日本語化ファイルではモッドを利用するにあたっての留意事項がある場合はそれに従って利用するようにしてください。また翻訳制度、翻訳料や不具合などの責任は負いかねますので導入はご自身の責任でお願いいたします。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは公式日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにアリーナオブゼアリーナ、位置取り重視のデッキ構築ストラテジー。プレイヤーはアリーナでの生き残りをかけ剣闘士となって血に飢えた干渉のために戦うデッキ構築のローグライクストラテジー。本作の特徴は攻撃と防御といった従来のデッキビルダーとは異なり、マス目で構成された位置取りといった要素を加え、地形を利用して優位に立ったり敵の攻撃を回避したりすることのできる戦術性。またブロック破壊やノックバック攻撃で敵同士をぶつけたり、壁にぶつけることでスタンさせることができたり、敵を豪快に倒すことで観客席から武器やアイテムが投げ込まれたり、それらをうまく活用することで戦闘を優位に進めることができます。闘技場での戦闘に勝利すると新しいカードや報酬がもらえ、カードの強化や消去などを行ってデッキを構築していくといったシステム。アリーナオブゼアリーナは非常に好評な日本語対応の作品です。先見奇境伝守り合い、愛と武教をテーマにしたファンタジーアクション。人間と神、そして魔族、3つの種族が共存する世界を舞台に4人の主人公が冒険を繰り広げていく本格武教ファンタジー RPG。 ゲームはさまざまな幻想的なエリアを旅しながら壮大なストーリーを追って冒険を繰り広げていきます。フィールド探索や戦闘だけではなく調理や御霊システムなどが用意され、調理した食事を食べることでキャラクターに応じたステータス効果が得られたり、御霊システムでは御霊と呼ばれるペットを強化育成し共に戦うこともできます。ストーリーやアクションともに安定感のある王道ファンタジーといった印象。先見奇境伝守り合いはやや好評な日本語対応の作品です。ハムスタープレイグラウンド、ハムスター育成対戦アクション。可愛いハムスターを育成して迷路やスケボーレースなど様々な競技でライバルたちと競い合う対戦ゲームです。ハムスターのステータスに気を配りながら訓練で能力アップをさせレースに挑戦。レースで獲得した報酬で家や装飾品をカスタマイズしていく要素もあります。ハムスタープレイグラウンドは非常に好評な日本語対応の作品です。インセクトスウォーム、何千ものエイリアンと戦うフライトシューティング。数年前に発見されたこの惑星では高いエネルギーを持つ希少な鉱物が多数発見された。人々はこの貴重な資源を利用するため採掘基地を建設し始めたが、ある日轟音とともに地下からブラッドインセクトと呼ばれるエイリアンが大量に出現し全てを破壊し飲み込もうとしていた。プレイヤーはブラッドインセクトであふれかえるこの惑星の唯一の生存者となって、何千何万もの昆虫型エイリアンと壮絶な戦いを繰り広げるトップダウンシューティング。ゲームはシームレスなマップで展開し、探索や資源の収集を行い、機体や武器のアップグレードで時期を強化し迫り来るエイリアンの群れに挑んでいきます。シンプルで直感的な操作とノリノリのバトルミュージックでスピード感のあふれるシューティングが楽しめます。インセクトスウォームは非常に好評な日本語対応の作品です。ルックインサイドチャプター1、家族の思い出を読み解き家系図を作るアドベンチャー。主人公のマノンは両親の屋根裏部屋で家族や友人の過去を詳しく記した本を見つけます。マノンはその本を通して自分が生まれる前の家族の過去に起きた幸せな出来事や悲しい失態などを追体験し、少しずつ家系図を完成させていきます。物語はミステリーや家族に隠された秘密を見つけるといったゲームではなく、落ち着いた雰囲気の中、楽しく充実した物語が展開していきます。本作は全部で3つのエピソードで構成され、2022年9月にチャプター2がリリースされています。
ルックインサイドチャプター1は非常に好評な日本語対応の作品です。ウエスト半島、西部開拓時代を舞台にした対戦推理ゲーム。町で悪事を企む無法者とそれを阻止する保安官との対戦ゲームです。無法者は西部の町で一般市民となって制限時間内に複数のミッションのクリアを目指し、一方保安官は町に潜む無法者を見つけ出し排除することが目的です。無法者はミッションをクリアしていくごとに最後に目撃された場所や直近のミッションのクリア場所などの手がかりを残すこととなり、保安官はその手がかりをもとに無法者の居場所を特定していくといったゲームです。ソロで遊ぶというよりはマルチでワイワイ遊ぶといった印象。ウエストハントは非常に好評な日本語対応の作品です。アルビオンオンライン、ファンタジー世界を舞台にした MMORPG。 2017年リリースにかかわらず今なお1万人弱の接続数を維持している本作は、 PVP、PVE バトルといった RPG 要素はもちろん、何でも作れるクラフト要素、プレイヤー主導の経済システム、土地や家をカスタマイズするハウジング要素、昔ながらの自由度の高いゲーム性が特徴です。また本作にはクラスや職業といった概念は存在せず、キャラクターが装備した武器や防具によってやれることが変わり、やりたいことの幅の広いゲームシステムになっています。もともとは有料の作品でしたが、2019年より基本無料のアイテム課金システムとなっています。アルビオンオンラインはやや好評な日本語対応の作品です。ダンジョンズ・オブ・サンダリア、アクション満載のダンジョン RPG。 プレイヤーは5種類の種族と5種類のクラスを選択し、サンダリアという街を起点にモンスターや凶悪なボスが待ち受けるダンジョンへと挑んでいきます。ゲームは3人称視点で展開し、攻撃や防御、ジャンプやドッジロールを駆使した戦闘で自身を成長させるとともに、強力な武器や防具を求めていくハクスラ要素のあるアクション RPG です。ソロまたは最大4人のマルチプレイで遊ぶことができ、それぞれ特性の違う種族やクラスの仲間とソロとは違った冒険を楽しめます。ダンジョンズ・オブ・サンダリアはやや好評な日本語対応の作品です。ハーツ・オブ・アイアン4、第二次世界大戦をテーマにした戦略ストラテジー。もともと日本語化モッドで遊ぶことができた作品ですが、先日9月28日にリリースされたダウンロードコンテンツ「バイブラッドアローン」とともに公式日本語対応しました。1936年から第二次世界大戦末期を舞台に、プレイヤーは大小ある国から一つを選び、最高指導者となって自国を栄光へと導き、国家の存亡をかけて戦うことになります。陸海空それぞれの軍隊を指揮する戦略シミュレーションをメインに、政治体制や狡猾な外交、派閥や貿易といったさまざまな要素を加味した非常に奥深い戦略シミュレーションを楽しむことができます。正直日本語対応したので遊んでみようと思われる方もいるかもしれませんが、覚えることややらなければならないことが多かったりと少しハードルの高い作品ですが、これから始める方向けの動画やブログもたくさんあるので参考にしながら遊んでみてください。ハーツ・オブ・アイアン4は非常に好評な日本語対応の作品です。ゲームデック、仮想世界で起こる事件を追うサイバーパンクな探偵 RPG。 プレイヤーは22世紀のバーチャルワールドの中で起こる事件を解決する探偵ゲームデックとなり、発生する事件や犯罪を解決していきます。ちなみにゲームデックとはゲームとデティクティブを組み合わせた造語で、ゲーム探偵という意味らしいです。 RPG といったジャンルですが、戦闘はなくキャラクタークリエイトで選べる主人公のバックグラウンドや30以上の職業から何を選択するかでスキルツリーが異なり、使えるスキルが決定されていきます。 NPC とのコミュニケーションや獲得した知識を通して様々な行動を起こし、その選択によって物語が分岐していきます。事件の解決策も一つではなく、各状況を様々な角度から見ることで複数の解決策が用意されているとのことです。ゲームデックは非常に好評な日本語対応の作品です。はい、ここからは有志の日本語化作品の紹介です。冒頭でもお話ししましたが、利用する際は注意事項に従い、導入はご自身の責任でお願いいたします。関連情報の URL は概要欄に記載しておきます。 Not for Broadcast。
1980年代半ばのディストピアと化した架空の国家を舞台に、プレイヤーは国営テレビ局のスタジオディレクターとなって生放送のテレビ番組をリアルタイムで操作していくゲームです。ゲームは番組を政府好みの都合のいい番組に仕上げていくことが目的。リアルタイムで進行する4つのカメラ映像の切り替えやコマーシャル映像の挿入、放送禁止用語のピー音の挿入など、結構忙しい仕事をこなしながら高い視聴率を維持していかなくてはなりません。しかし視聴者が求めているのはリアリティ。 CM の最中に鼻くそをほじる司会者、出演者同士の大喧嘩、放送禁止用語を垂れ流しにしたり、視聴者に何を見せるかはプレイヤー次第。プレイヤーのテレビ放送手腕で国家の運命が決まるプロパガンダテレビシミュレーション。音声を聞いて判断していくゲームなので、字幕を見ながらのプレイは少しきついかもしれません。 Not for Broadcast は圧倒的に好評な有志日本語化対応の作品です。はい、今回は9月に公式または有志日本語化対応して日本語で遊べるようになった作品をピックアップしました。気になる作品はあったでしょうか？今回紹介した作品以外にも日本語対応した作品は概要欄に記載しておくのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。